とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使っていきますね。これ、ハープクロスボウです。無限大なものをハープクロスボウではなくって、ただ単純に火力が高いハープクロスボウですね。虚無、そして長弾、マルチショット、クリティカルヒット。これがついております。で、これは、道中使ったんですけども、まあ道中は使っていけた。でも、ボスと戦った時に、どんな感じなんだろうなと思いまして、やってみます。アーティファクトは、羽羽キノコでいきたいと思います。ドラはなしで、いこうかな。うん、羽二つあれば、まあ羽ぴょんみたいな感じで戦っていけるので、いいでしょう。では、いきます。それでは行きましょう。問題なのは、あれなんだよね。弾数。それがどうなるか。なるほどね。まあ、一応、覆われた怒りもつけております。近接もやりながらっていうことだね。やっぱりそこまで、火力あるにはあるよ。悪くないぐらいの火力はあるんだけども、一発で殲滅できていくような、そういう、どでかい火力はちょっとないか。まあまあまあ、大丈夫かな。あ、やっぱ、近づいて戦って、これか。なるほどね。近接でね、ガシガシやったら、もうちょっとダメージ、あ、なるほど。パワーポーションあれば問題ないわ。パワーポーションあれば問題なくダメージが入るみたいですね。でも、ちょっとパワーポーションないんだよな、毎回は。となると、羽を諦めて、別のやつを入れてもいいのかもしんないな。ああ、もうなんで矢を撃ったら、もう、回避するのよ。矢を撃つとね、回避も同時に撃ったりするんで、すごく嫌なんですよね。ちょっと待って、ポーションバリアを使って。うわぁ、もう、ほんとね、これはいかん。コントローラーがいかん。コントローラー、これ本当にいかんよ。早くね、変えたいんだけども、まだね、到着してないんですよね。一応、お店で買おうとね、思ってね、すぐ使いたいんで、探したんだけど、お店に売ってないのよ。売ってない。どこも中国製ばっかりだから、やっぱりね、中国製はね、良くないみたい。まあまあ、なんか偏見みたいで嫌なんだけどね。でも、どうしてもね、レビュー見た感じで、日本製にしとけみたいに、あるんだよね。なので、危ねえ。あ、違う。これだ。ポーションバリア使うのも一苦労よ、本当に。よし、オッケー。いけたー。パワーポーション欲しいな。となると、やっぱりカバンか。エレメントのカバンが欲しいところっすね。はい、1体目倒した。うん、羽もそんなに。使っていかなくても大丈夫そうなんで、これは1個はカバンがいいかもね。エレメントのカバンが間違いないかもしれません。よっしゃ、矢もいっぱいあるね。全然大丈夫。よし、このまんまエンダーの心臓いっちゃいましょう。よっしゃあ、やばい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 、これ死ぬ死ぬ死ぬ、危ねえ、ああ、間違えた。もう、ポーションバリア使うたびにこれはないだろう、本当にさ。しゃ、あ、倒した。あ、けど死ぬ。危ない、死ななかった。よし、オッケー。とりあえず倒そう。ちょっと待て。回避。あとちょっとだからね。どこだ？いた。あ、やばい。なんとかギリギリ倒した。どこだ？いたいた。
ちょっと待って、矢を撃つたびに回避をしないでくれ。回避をしないでいただきたい。よっしゃ、いきます。はい、ドーン。やっぱりこいつは HP 高いね。 HP 高い。あっ、でなんかこれになるとね、もう一気に戦いにくくなるから、極力なら最初から近づいておきたいところ。難しいんですよ、でも近づいていくのはね、こいつは。よっしゃ、いくぞ。しゃあ、 OK、 ポーションバリアが発動した。もうレンダーボタンをね、もう押しっぱなしにしてます。いやー、やっぱこの単体では火力はいまいちだな。はい、ということで戻ってきました。まあなんとか倒せたっていう感じですかね。で、アーティファクトセットがちょっと良くなかったね。うん、羽そこまで俺ぴょんぴょんしてなかったので、それならば羽は1個にして、1つをエリクサーのカバンかにした方が良かったね。うん、火力もやっぱりあるにはあるんだけども、ボス戦ではパワーポーションが欲しい。ダメージ2倍が、あれがあってようやくかなり強いかなっていう感じなので、うん、アーティファクトセットは羽、エリクサーのカバン、キノコで間違いないですね。はい、まあまあ全然使っていけるんではないでしょうか。ただやっぱりコントローラーよ、コントローラー。ちょっとアマゾンでもね2日ぐらいかかるみたいなので、あと1日ぐらい待たなきゃいけませんね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。